フルマです。本日の動画はですね、自分が運営するブランドのオープニングアクトから、2021年 SS のですね、夏アイテムの方がリリースされますので、いや、めちゃめちゃ気合い入れて作ったアイテムなので、ご紹介させていただこうと思います。別の動画でもね、少し話したかもしれないんですけど、自分の運営するブランドのオープニングアクトも、春アイテムの方は全てリリースが終わりまして、これからね、リリースするアイテムに関しては、夏アイテムが本格的に立ち上がってくるんですよね。その中でね、今回夏アイテム第1弾になってるんですけれども、めちゃめちゃ自信作になっております。春もね、いくつかオリジナルでもリリースさせていただいて、ありがたいことに、ほとんどの方数ね、完売しておりまして、本当にいつもありがとうございます。で、今回はね、熱意がこもりにこもったアイテムになってるので、紹介動画がね、動画の長さになるかはわからないんですけれども、ぜひね、お付き合いいただければと思います。で、まず今回ですね、オープニングアクトから夏のアイテムですね、第1弾リリースされるアイテムなんですけれども、アパレルが2型と、あとアクセサリーですね、アクセサリーアイテムが4型ございます。なんでね、早速ご紹介させていただこうと思います。ではですね、商品説明の前に一つ大事なことがあるので、そちらをね、先にお伝えさせていただこうと思うんですけれども、今回のアイテムの販売に関しては、受注販売システムを採用しております。なんでね、いつも完売が早くて買えないとか、もっと迷ってたいのにって思ってる方ね、ほんと日々いらっしゃると思うんですけど、今回に関してはね、受注期間を設けておりまして、なんでね、今回はその受注期間中にご注文いただいたお客様のものに関しては、すべてね、責任を持ってご用意させていただければと思うので、ゆっくりね、今回の商品説明動画も見ていただければと思います。毎回ね、欲しいと思っていただける皆さんに、なんかお届けできないっていうのは、毎回心苦しいんですけど、なかなかね、生産工場のキャパの問題とかで、毎回ね、受注生産することができなくて、本当に申し訳ございません。なんですけど、今回のアイテムに関しては、バッチリね、工場のキャパも抑えているので、ご安心いただければと思います。それではですね、早速、一つ目のアイテムのご紹介に行こうと思うんですけれども、まず一つ目のアイテムがですね、こちらになります。はい。こちらのアイテムがですね、コットンビッグサマーニットと、ディアルダメージ加工入り、ロングワッフルタンクになります。こちらのアイテムがですね、別々のアイテムではなくてですね、こちら、セットでの販売になってるんですよね。なんでセットになってるかっていうと、こちらのサマーニットのインナーに、こちらのね、ダメージ加工のタンクトップを合わせることで、完成するアイテムになってるんですよ。いや、これからね、夏に向かっていくと、着こなしっていうのがね、結構シンプルになっていくじゃないですか。その中でね、謎のファッションの大事なポイントで言うと、レイヤードファッションをね、どんだけうまく取り入れることができるかっていうのが大事なポイントになってくるんですけど、なかなかいいバランスのレイヤードアイテムを探すのって実は難しいじゃないですか。なので今回はこちらのサマーニットに合わせるレイヤードのタンクトップもね、こちらで一緒に黄金比で作りました。しかもね、こだわりが半端なく詰まってるので、これからねご説明していこうと思うんですけど、この手のね、なんかレイヤードアイテム、このセット販売のアイテムって、インナーのタンクトップってほんとおまけレベルというか、結構ねチープなものがつくことが多いんですけど、このタンクトップに関してはね、もう単品でも相当戦闘力が高いアイテムになってるぐらい完成度が高いので、ちょっとね事細かにご説明していこうと思います。まずですね、このサマーニットの色展開なんですけれども、今回3色展開で作っておりまして、まず1色目のお色がさっき手元に持ってたこちらの色ですね。はい。こちらがアッシュグレーとなっておりまして、で2色目なんですけれども、こちらになります。はい。こちらのお色味がですね、スモークブラックになります。夏もねブラックのアイテムって取れる方多いと思うんですけど、結構ねこれが真っ黒だったりすると、結構人によってはね印象が重いとか、そういうところ心配だと思うんですけど、こちらのブラックに関してはスモークブラックっていうぐらいなので、ちょっとくすんだようなブラックになってるので、あんまりね夏に取り入れても重くなりすぎないってところがポイントと、あとはですね、ファッションシーンで今トレンドになってるホワイト系のパンツとか明るいお色のパンツと合わせても、よりね自然にスタイリングできるっていうのがポイントで企画させてもらったカラーになります。あと3色目の色味がこちらになります。はい。こちらがインクブルーになります。やっぱ夏になってくるとね、8色いアイテムを取り入れたいじゃないですか。その中でね、ブラック系のボトムとももちろん相性いいですし、先ほど言ったようにね、ホワイト系のボトムとも合わせてもすごい精力感のあるコーディネートでできますし、結構ネイビー系のパンツと合わせてもブルーのグラデーションで着用することもできるので、すごくね気に入った色味に仕上がりました。でこちらの3色のサマーニットにですね、全てにですね、こちらのホワイトのワッフルタンクがつきます。で色展開のご説明は以上といたしまして、じゃあ実際着ながらアイテムの特性とかデザインについてご説明していこうと思います。はい。実際こちら着用してみました。さっきねちょっと簡単に説明したように、こちらのサマーニットとねこのタンクトップに関してはレイヤードで着るとね最高のバランスで着れるように作ってるので、ほんと一緒に着るだけでバランスが作ることができるので、このセットねほんとおすすめです。でこのレイヤードするときによりファッション性が高くなるように、このダメージ加工っていうのを施してるんですけど、画像でねちょっと見せておこうと思うんですけど、こんな感じですね、裾にダメージ加工が入ってるんですよ。この裾に入ってるダメージ加工がこのレイヤードしたときに程よく出るので、結構世間で出回ってるねレイヤードアイテムとは一味違いますし、最近ねやっぱダメージ加工のアイテムっていうのはトレンドアイテムの一つなので、
結構ダメージ加工のアイテムってなんか秋冬のニットとかそういうもので多かったりするんですけど、やっぱね夏にもね自分自身が着たいっていう思いもありますし、皆さんにもね手軽にトレンドアイテムを楽しんで欲しかったので、まあニットにダメージを入れるより今回はレイヤードで使うタンクトップに使わせてもらいました。なのでね、もちろんこのサマーニットと一緒に着るのは一番なんですけど、お手持ちのねビッグ T シャツのインナーに着たりだったりとか、あとはお手持ちのシャツのインナーに着るだけでもレイヤードで楽しむことができるので、いろんな使い方ができるアイテムになってるんですよね。でまずですね、こちらのサマーニットの今回の素材なんですけど、こちらのサマーニットの素材なんですけれども、今回からですねコットン100素材の糸を使っております。で今回サマーニットを作る中で一つ大事なコンセプトがあるんですけど、この夏に T シャツよりも着心地がいいサマーニットっていうところをコンセプトに今回作らせていただいております。やっぱサマーニットって結構心配するポイントが一つあるんですけど、なんか暑くないですかとか、そういうところね結構心配する方いらっしゃるんですけど、そもそもね自分は結構暑がりなんですよ。でその自分自身も着れるサマーニットってなると、やっぱ清涼感だったりとか肌触りだったりとか、まあ、快適性っていうのもねやっぱ求めちゃうんですけど、そういうポイントはねしっかりカバーしております。でどうやってカバーしたかっていうとですね、コットン100素材の糸になるんですけど、今回使った糸がですね強粘種というものを使っておりまして、でその強粘種の特徴っていうのが通常のね糸と比べて吸水性と速乾性が高い糸になっておりまして、コットン100素材ではあるんですけど機能性素材に近いような機能を持ってるんですよね。で強粘種の特徴っていうのが肌触りがねシャリ感のある素材になってるので、そこに肌触りも夏に向けてすごい快適な素材感なんですよ。決してね網地の表面がポコポコしてるわけではないんですけど、糸の表面自体が若干凹凸のある糸になってるので、肌とのね接触面が少ないことで得られる快適性のところなんですよね。で近い肌触りでね表現するとなると、チクチク感のないなんかリネン素材というか、そういう風合いが結構近いかもしれないですね。なんでねこちらのアイテムに関してはインスタグラムの方でね先にちょこっとお見せしてるんですけど、その時にねなんか暑がりな自分でも着れますかとか、真夏着ることができますかってご質問ほんと多かったんですけど、まさにね真夏でも着ることができるサマーニットに仕上げております。でねなかなか室内では分かりづらいんですけど、こちらのサマーニットに関してはややね甘みで仕上げておりまして、やっぱ最近ねトレンドアイテムの中でやっぱ甘みだったりとかスカシャミニットっていうのがやっぱねメンズでもレディースでもどちらもトレンドアイテムになってるんですけど、あまりね過度にスカシ感があるとどうしても取り入れづらいとかそういうところがあるので、正直ね視覚的にはめちゃめちゃ透けるわけではないんですけど、よーく見ると透け感があるぐらいなんですよ。なんでねこちらのニットを軽い素材感で仕上げたかったところもありますし、でせっかくねレイヤードで着る仕様のアイテムになってるので、あんまりね厚手ニット仕上げてしまうとそれこそね真夏に着ることができなくなってしまうので、すごくねバランスのいい生地感で仕上がったんじゃないかなと思います。素材の説明は以上といたしまして、次はシルエットのところなんですけれども、見てね分かる通り比較的ビッグシルエットで今回企画しております。でサマーニットに関しては着丈と身幅がねほぼ同数値のボックスシルエットを採用しておりまして、である程度ね柔らかな素材感で編み上げてるので、このドレープ感をうまく演出したかったので、身幅をね大きくとってこの落ち感とかドレープ感っていうのを演出したかったんですよね。であとはサマーニットの着丈を長くしちゃうとこのレイヤードのバランスがねすごい悪くなっちゃうんですよ。このサマーニットの着丈も長いし、この裾から出るタンクトップも長いってなると、どんどん着丈が長くなっちゃって、着れる人っていうのがね結構限られてきちゃうので、今回はね幅広い方に着ていただける形にしたかったのでこの形を採用いたしました。で今回のサマーニットに関しては3サイズ展開になってて SML になってるんですけど、今自分がサンプル着てるのが L サイズになってますね。自分が 178cm の 72kg である程度肩幅があるんですけど、こんなサイズで着れます。で袖丈的には基本的には5分丈ぐらい、肘にかかるかちょっと超えるかぐらいの着丈で着ることが多いんじゃないですかね。なんでね真夏に向けてももちろん着ることができますし、結構ね秋口の最初ぐらいまで着ることができるので、結構汎用性が高い形になってるんじゃないかなと思います。であとねサイドに今回スリットも入れておりまして、今回はねレイヤードを楽しんでいただきたいアイテムになってるので、サイドにスリットを入れることでインナータンクトップのねレイヤードスタイルをより楽しんでいただける形にしております。であと今回ネックの部分がですねボートネックに近い形を採用しておりまして、でこの形がですねなんかインナーのタンクトップのこの襟の部分ですね、この襟のリブの部分となんかレイヤードがより綺麗に出るんじゃないかなと思ってこの形を採用しております。先ほど言ったようにね裾にダメージ加工をしてるんですけど、首周りのねこのタンクトップのリブの部分にも程よいダメージ加工を加えておりまして、顔に近い部分になるから裾と違ってダメージ加工っていうのは小さくしてるんですけど、見えるところにねちょこっとだけ入ってるだけで着こなしのクオリティっていうのがねなんか全然レベルが違ってくるので、ここね結構こだわりました、このバランス。なんでねこちらのサマーニットとタンクトップのアンサンブルのアイテムに関しては本当に合わせるだけで着こなしが仕上がるところで、簡単なんだけど、ね、人に与える印象としてはすごく計算されたレイヤードスタイルっていうのが演出できるので、本当にねおすすめのアイテムに仕上がったんじゃないかなと思っております。でこの上の部分のサマーニットのご説明は以上といたしまして、次はですねこのインナーのタンクトップの部分ですね、ちょっと少しご説明していこうと思うんですけど、動画のね最初でも言ったようにこのタンクトップがですねすごいことになっておりまして、このねセットアーム
のタンクトップってね、なんかおまけ程度でクオリティが低いアイテムが多いんですけど、どちらかというと今回このタンクトップがほんとすごいことになっておりまして、これこだわったポイントで言うと、この施されたこのダメージ加工あるじゃないですか。このダメージ加工に関しては全て手作業で行ってるんですよ。これさらっと言ってるんですけど、めちゃめちゃすごいことで、こう手間とコストがね、めちゃめちゃかかるんですよ。しかもダメージ加工を入れてるのがこちらの画像の裾の部分のこのダメージですね。このリアルなダメージ感を出すにはどうしても機械じゃ演出できなくて、手作業じゃないと出ないっていうのをこの工場さんとね、いろいろ商談する中で分かってきたので、今回は、まあ、コストはかかっちゃうけど、この裾から出るね、この雰囲気をすごい大事にしたかったので、今回はね、手作業での加工を採用しております。で、この裾だけじゃなくて、この首周りの部分と、あと見えないんですけど、この袖口のね、リブの部分にもダメージ加工を施しております。で、ちなみにこちらのインナーのタンクトップがですね、モデルさん着てもらった画像があるんですけど、こんな感じになります。はい。で、あと素材に関してなんですけれども、こちらのインナーのタンクトップに関してもコットン100のワッフル素材を使っておりまして、肉感的にはね、中肉のワッフル素材を使っております。このダメージ加工入れるにあたって、あんまりね、薄すぎるとこのダメージ加工は出ないし、暑すぎると夏暑いし、この素材選びってすごく大事なんですよ。なんで夏に着れる快適素材でありながら、自分が出したいこのダメージ加工の演出をできるところで、もう最善のね、生地選びができたんじゃないかなと思います。で、最後にね、簡単にこちらのサマリと着ながらですね、ちょっとスタイリング組んでみようと思うんですけど、まず一つ目ですね、実際着てるこのスタイリングなんですけど、このグレーのね、サマーニットのアンサンブルに、このネイビーのスラックスを合わせております。でも、トレンドのグレーアイテムって、程よくね、上品さを演出できるところに、この青みがあるね、ネイビーのスラックスを合わせると、この夏に向けてのね、清涼感っていうのも演出できますし、同時にね、スタイリングに清潔感っていうのも演出できるので、これね、簡単に合わせるようで、すごくなんか仕上がったスタイリングになってるんじゃないかな。自分的にはね、すごくお気に入りです。今はね、こんな感じで白スニーカー合わせてますけど、あとレザーサンダルとかそういうもの合わせてもね、すごくいいと思います。ちょっと別の色も着てみようかな。はい、次はですね、こちらスモークブラック着てみたんですけども、いかがでしょうか。はい。こちらもね、先ほど説明してもらったところになるんですけど、ブラックって言ってもね、深いブラックではなくて、ほんとくすんだような色味になってるので、あんまりね、重い印象を与えないっていうのが、この色味のね、ポイントなんですよね。もちろんね、黒系のボトムと合わせて、夏のモードスタイルを楽しむのもいいですし、あとはトレンドのね、ホワイト系のパンツと合わせても相性いいですし、こんな感じのね、色物のパンツですね。今回着てるのはマスタードカラーになるんですけど、例えばくすんだピンクだったりとか、あとホワイト系だったりとか、そういう夏に向けたらね、ペールトーンの色味とすごい相性もいいので、本当にね、使いやすい色に仕上がったんじゃないかなと思います。それでは最後にですね、インクブルー着ていこうと思います。はい、こんな感じですね、インクブルー着てみました。はい。やっぱ夏に向けてはね、こんな感じでショーツと合わせることも多いと思うんですけど、例えばね、ショーツに T シャツ1枚とかだと結構子供っぽい印象だったりとか、すごい単調なスタイリングになっちゃうんですけど、こうやってね、レイアウトしてるアイテムと合わせることで、しっかりね、ファッション的なアプローチができるようなスタイリングに仕上がってるんじゃないかなと思います。で、シルエット的にも上がビッグシルエットになってるので、ショーツのバランスっていうのはすごい取りやすい形になってるんじゃないかなと思いますね。自分自身もね、夏にショーツ履くことが本当に多いので、このね、オリジナルサマーニットに関しても、夏に向けてね、どんどんショーツと合わせて履いていこうかなと思っております。でですね、自分が実際着てみたスタイリングは以上といたしまして、実際ね、モデルさんにも別のスタイリング組んでるんですけど、まずグレーのスタイリングはこんな感じになります。はい。こちらのグレーのスタイリングに関しては、先ほどね、自分が着てたグレーのニットの時と全く同じ格好してますね。で、次にブラックのスタイリングはこんな感じになります。はい。ブラックとね、グレーのアイテムを合わせると、これレイヤーズアイテムでね、ダメージ加工が入ってるアイテムになるんですけど、どことなくね、綺麗めなスタイリングに仕上がりますよね。このスタイリングみたいにボリュームソールのサンダルだったりとか、普通にね、ストラップサンダル合わせるとかでも全然いいと思うので、こういう合わせ方ね、すごくおすすめです。で、あとはですね、ブルーのコーディネートなんですけど、こんな感じになります。はい。自分はね、今ショーツを履いてるようなスタイリングになってるんですけど、こんな感じでね、ホワイトのスタイリングと合わせても、よりね、夏っぽいスタイリングが仕上がるので、こちらもおすすめです。はい、という感じでですね、実際着ながら、こんなスタイリングがおすすめだよとか、こんな着方おすすめですよっていうところのご説明は以上といたしまして、最後ですね、こちらのサマーニットと、ダメージタンクの、このセットのですね、販売価格の方をお知らせしようと思います。こちらのサマーニットと、インナーのですね、ダメージ加工のタンクトップセットで、今回ですね、税抜き9000円で販売させていただこうと思います。いや、これに関しては自分ででもなんですけど、正直めちゃめちゃ安く販売してると思います。今回ね、工場さんの方にめちゃめちゃ交渉したんですよ、値段の方は。まあ、それでも正直、製造コストっていうのが、抑えられなくて、本来ですね、この値段だと、オリジナルで販売するには、不向きでね、原価率になってるんですけど、この前ね、インスタの DM で一つご質問いただいて、なんか値段、頑張りすぎてないですかってご質問いただいたんですよ。まあ、なんですけど、自分の YouTube とか、この SNS の発信のコンセプトって、自分を通してファッション好きを一人でも増やすっていうコンセプトでやってるんですよ、実は。なんか新聞に取り上げてもらった時とかも、このコンセプト常に言ってるんですけど、なんかあんま浸透してないんだよね。で、そのコンセプトで自分やってるからさ、この
この値段ですごいね、お求めやすい値段ですごいアイテムが届いたら、その人ってきっとね、洋服好きになってくると思うんですよ、その経験から。やっぱ自分のブランドを買ってなんかこうちょっと品質がっかりだなとか、そういう風にはね絶対思ってもらいたくないから、やっぱこだわれるところはこだわるし、やっぱ値段っていうのもサプライズを感じてもらいたいので、ここに関してはね結構毎回頑張っております。なのでね、こちらのサマーニットとダメージタンクのねアンサムブルに関しても、届いたら絶対に満足してもらえるようなクオリティになってるので、ぜひね実際着てもらって体験してもらえたらと思います。はい、それではですね、サマーニットのご説明は以上といたしまして、アパレルがですねもう一方あるので、そちらのご紹介に移っていこうと思います。続いてのアイテムなんですけれども、こちらのアイテムになります。はい、でこちらのアイテムがですね、ツータックドレープワイドシルエットスラックスになります。こちらのアイテムに関しては商品名を聞いておって思う方いらっしゃると思うんですけど、こちらのアイテム以前オープニングアクトの方ですねリリースさせてもらったアイテムになりまして、以前ですねすごい大好評いただいたオープニングアクトのねオリジナルセットアップがあるんですけど、その時に合わせていただいたスラックスの今回は新色になっております。前回ねあのスラックスをリリースさせていただいて、届いた方からね感想とかっていうのを日々多くいただくんですけど、本当に履いた方からね評判の高い一本になってるんですよ。合わせやすいってお声だったり、履いた時のシルエットが本当に綺麗とか、ドレープ感がたまらないとか、それ自分のこだわったポイントがね本当に伝わって日々嬉しいんですけど、自信なのでシルエットとパンツだからこそ、夏に向けてねおすすめの色っていうのを追加したいと思ってたので、今回はネイビーとアッシュピンクですね、こちらの2色を追加させていただこうと思います。でこのデザインのねパンツに関してのこだわりポイントは、以前のねこちらの動画の方でめちゃめちゃ長くご説明してるんですけど、改めてですねこちらの動画でかいつまでねご説明させていただくと、まずはですねパンツのシルエットなんですけど、世の中にねワイドのスラックスっていうのは本当多く出回ってるので、結構ね飽きちゃってる部分も自分あったんですよ。けど緩めのシルエットで履きたいっていうところもあったので、細すぎず太すぎず絶妙なシルエットを今回作りたいと思って、今回のパンツはね企画させてもらってるんですよ。なんでこのシルエットだからこそ、いろんなファッションのジャンルに合わせることもできますし、それこそ綺麗めの格好を普段する方も、なんならちょっとストレートの方にもどちらもね合わせていただけるシルエットに仕上がっております。でパンツのシルエット的にはセミテーパードっていう形を採用しておりまして、履いた感じはねほぼストレートに近いシルエットになってるんですけど、やっぱ履いた時にパンツがストンっていうような落ちるようなシルエットを履きたかったんですよ。けど本当にストレートのシルエットにしてしまうと、ボリュームのラインにシューズを履いちゃったりすると裾をずっちゃったりとか、結構ねシューズに制限が出ちゃうので、セミテーパードっていうぐらいなので膝から下で気持ちだけテーパードしてるんですよ。まあ、そうすることでボリュームのラインシューズだったりとか、そういうものと合わせても裾の収まりっていうのがね綺麗に出てくれるので、プラス裾元のクッションっていうのがねより綺麗に出すことができるので、そこ計算して作られたシルエットになっております。なのでねこちらのスラックスに関しては、届いたお客様から本当ローテクのスニーカーだったり、それこそボリュームスニーカー、レザーシューズとか、もっといろんなスニーカーと合わせやすいっていう声をそういただいているので、実際ね普段履いてくれてるユーザーさんからの声なので、そこは信用していただいて OK なんじゃないかなと思います。あとはこちらのスラックスのね最大の特徴なんですけど、フロントに入ったこのタックですね、こちらがすごいポイントになっておりまして、でタック自体はね数タック採用しておりまして、でタックパンツっていうのもね市場に多く出回っているものではあるんですけど、世の中で、ね、流通しているタックパンツよりも、そのタックをより深く入れることでフロントにねより立体感を演出したかったのと、これ生地感がねやっぱこういう感じで落ち感になってドレープ感のある生地になってるので、このタックをね深く入れることでよりパンツを全体的に動きを出すことができるんですよ。で自分的に嫌だったのがドレープ感のある生地感で、タックとかもねしっかり入ってないとなんかね表情がのぺっとしちゃって、なんかどこか安っぽいパンツになっちゃうのが嫌だったので、そこすごい注意しながら作りました。でねやっぱ着こなす時に最近多いのがタックインして着ることも多いじゃないですか、スラックスって。でトップスをねこのウエストに入れることなんですけど、でそうした時にこのウエストのタックがねより立体感のあるものだと、他のパンツでタックインした時のスタイリングよりももう一味違うような着こなしができるので、もうちょっとした差ってすごい大事じゃないですか。そこをね意識しながら企画しております。でねこだわったのはシルエットだけじゃなくて、このウエストの部分もね、このサイドの部分なんですけど、このウエストゴムになってて、やっぱタックインした時にこの全部がゴムだとすごいだらしない感じになっちゃうんですけど、サイドの見えない部分にゴムを入れとくと履き心地的にはねすごいイージーパンツになるんだけど、見た目は通常のスラックスに見えるってところで、まあ、履き心地とビジュアル面っていうところでどちらも意識しながら企画しております。で素材に関してはシワになりづらいポリエステル素材を使ってるので、なんか一回履いたらアイロンかけなきゃいけないとかなんかそういうことはないの で繊細なシルエットで作ったアイテムではあるんですけど、まあ、丁寧に気を使いながら履かなくてもいいってところがすごい嬉しいですよね。でこのねオリジナルのスラックスに関しては、先ほど言ったように本当に届いた方からの評判が高くて、まあ、履いた時のねシルエットの綺麗さとドレープ感っていうのは本当に唯一無二なアイテムになってるんじゃないかなと思うので、本当に自信作になってるからこそ多くの方にね履いてもらいたい一本となっております。
なんでね、こちらのアイテムに関しては、今回新色のね、このネイビーと、こちらのね、アッシュピンクになるんですけど、前回ね、ブラックとグレー買っていただいた方で、このシルエットね、気に入った方は、ぜひね、こちらの新色の方も試してもらえたらと思います。ちなみにですね、今回ネイビーとアッシュピンクを追加で販売するタイミングで、前回リリースさせてもらったこちらのグレーと、同じく前回販売させてもらったこちらのブラックですね、こちらに関しても、同じタイミングで受注販売でご注文いただこうかなと思うので、前回ね、買い逃しちゃった方とか、前回ね、買っていただいて、ブラック買って気に入ったからグレー欲しいとか、グレー買って気に入ったから他の色欲しいとか思ってる方は、このタイミングでね、ぜひご注文いただければと思います。で、最後にね、こちらのスラックスのお値段なんですけど、前回と同様、税抜き8000円で販売させていただこうと思います。で、このスラックスに関しても、同価格ですね、この世間で8000円で買えるスラックスと比べても、もう圧倒的にクオリティ高いアイテムになってるので、なんか定番で1本こういうスラックス欲しいとか、なんか使い回し効くパンツ欲しいって方は、本当にね、試してもらいたい1本になっているので、ぜひね、このタイミングでご検討いただければ嬉しいです。で、実際ですね、こちらのスラックスを使った夏のスタイリングになるんですけれども、新色のネイビーですね、スタイリングこんな感じになります。はい。このモデルさんがね、実際着てくれてるアイテムになるんですけど、先ほどね、紹介させてもらったこちらのサマーニット合わせているのと、あと、アッシュピンクのスタイリングがこんな感じになります。はい。で、こんな感じでニットベストと合わせてるんですけど、こういうスタイリングいいですよね。なんか上が白黒のモノトーンベースでも、なんかボトムスにね、こんな色味のパンツを合わせたら、ぐっとね、夏っぽいスタイリング仕上がるので、自分もね、してみたい着こなしの一つとなっております。なんならね、やっぱ同じブランドと同じブランド合わせると着こなしですごい合わせやすいので、このサマーニットのアンサンブルと、今ね、ご紹介させてもらったスラックスってめちゃめちゃね、相性がいいので、ぜひ全身どんな風に合わせたらいいのかなって迷ってる方は、このアイテム同士で色味、好きな色味で合わせてもらったらすごいいいんじゃないかなと自分感じますね。でね、先行してちょっとしたお知らせなんですけど、今回ね、販売させてもらったこのスラックスですね。このスラックスに合わせて、夏のね、セットアップスタイルが楽しめるように、同素材でね、シャツを実は作ってるんですよ。まだね、販売自体は先になるんですけど、先に見せちゃうとね、アイテムがこんな感じになるんですけど、このアイテムがね、このスラックスと同じ素材で作ってて、着てみるとですね、こんな感じになります。はい。モデルさんにはね、タックインして着てもらってるんですけど、この着こなしすごい可愛いなと思って気に入ってるんですよ。なんでね、同素材作ったこちらのシャツに関しては、スラックスと同じ色展開ですね。ブラック、グレー、ネイビー、アッシュピンクで、まあ、もうちょっと先のリリースになるんですけど、販売しようと思ってるので、ぜひね、このパンツをセットアップで夏着たいって方は、このシャツ楽しみにしてもらいたいですし、先にね、パンツをお求めいただければ、この着こなしに楽しむことができるので、ぜひね、ご検討いただければと思います。はい、それではですね、ちょっと長くなってしまったんですけど、今回リリースするアイテムの2方ですね、ご説明は以上といたしまして、最後ですね、今回同時にリリースさせていただく、オリジナルのアクセサリーもあるので、そちら簡単にご紹介させていただければと思います。はい、それではですね、まず1点目のオリジナルのアクセになるんですが、今これ実際つけてるこちらになるんですけど、こちらがですね、ホワイトシェルネックレスになります。で、最近ね、シェル素材を使ったネックレスっていうのが、メンズレディース問わずすごい人気になってまして、それこそ、以前オープニングアクトからリリースさせていただいたパール素材のネックレスあるじゃないですか。ああいうような天然素材のネックレスっていうのが、最近ね、ファッションシーンでもすごい人気となっておりまして、まあ、そういうところでこの天然素材のね、シェルっていうのも最近見直されてる素材の一つなんですよね。で、今回ね、この使用したホワイトシェルに関しては、まあ、貝殻素材のね、天然素材ではあるんですけど、表面をね、綺麗にコーティングしてるものになるので、あんまりね、カジュアルなルックスっていうよりかは、つけるとね、自然に綺麗めに合わせることができるので、すごくね、上品につけることができるんじゃないかなと思いますね。なんでね、使い方的にはパールネックレスと結構近いような使い方になるので、しかもね、色味的にも清涼感があるようなデザインになってるから、これからね、夏に向けてすごくおすすめなんじゃないかなと思いますね。こういうね、サマーニットとかのアイテムに関しても、普通にね、合わせてみるといいんだけど、ネックレスがね、あるだけでスタイリングの仕上がりがぐっと変わってくるので、ぜひね、セットで合わせてもらいたい一本になってるんですよね。個人的にはこちらのネックレスで仕上がりめちゃめちゃ満足してて、すごいね、夏に向けて自分自身もね、めちゃめちゃつけるんじゃないかなと思ってますね。もちろんね、自分が今合わせてるように、しっかりね、色の陰影をつけながら合わせるのもいいですし、逆に、ホワイトのね、白のネックレスだからこそ、白の T シャツとかそういうものと合わせても、同色の合わせになるんだけど、なんかすごいおしゃれなスタイリングになるんじゃないかと思うので、すごいね、トップスの色味気にせず色々合わせることができるので、一本持っとくとね、お手持ちの洋服ともすごい合わせることができるから、スタイリングの幅がね、すごい広がるんじゃないかなと思う一本になってるんですよね。で、このね、ホワイトシェルネックレスに関しては、日本製で作ってもらってるんですけど、お値段もですね、お求めやすくしておりまして、で、こちらが税抜き6900円で、今回販売させていただこうと思います。まあ、なんですけど、今回この動画紹介してるアイテムって全部ね、受注販売で、受注期間中にいただいた注文に関しては全てご用意できるって話でね、動画の冒頭言わせてもらってるんですけど、このね、ホワイトシェルネックレスに関しては、まあ、天然素材になってるので、この素材の在庫は結構流動的なんですよ。なので、こちらのシェルネックレスに関しては、ちょっと数量っていうのが一部限定になってしまうので、もしこちらのネックレス欲しいとか、気になってる方がいらっしゃれば、こちらだけもしかしたらちょっとお早めに購入した方がいいかもしれないです。もしね、この受注期間中に完売してしまった場合は、素材屋さんとかね、そういうところに確認して、できるだけね、用意できるように頑張るんですけど、ここに関してはね、なんかどんだけ用意できるかっていうのが約束できないので、その点だけ
ご了承いただければと思います。それでは次のネックレスの紹介に移っていこうと思います。はい、それでは次のアイテムがこちらですね。はい、こちらのアイテムがですね、ミクロシルバーチェーンネックレスになっております。こちらのネックレスがですね、素材がシルバー925を採用しております。で、ほんとね、普段から自分の動画とか自分のインスタグラムとか見てもらってる方はわかると思うんですけど、自分でシルバーチェーンのネックレスオリジナルで作ったやつあるじゃないですか、オープニングアクトで。ほんとに気に入って毎日のようにつけてるんですけど、ほんと持ってると便利ですね。で、今までね、オープニングアクトリリースしてるアイテムに関しては、普通の太さのシルバーチェーンネックレスと、あと比較的太いシルバーチェーンのネックレスですね、そちらリリースしてるんですけど、今回リリースしてるアイテムに関しては一番細いタイプのシルバーチェーンになってますね。で、こちらね、細いチェーンに関してもメンズレディース問わず、やっぱ華奢なね、チェーンネックレスっていうのが最近ね、人気を集めてるんですけど、やっぱ自分自身もね、夏に向けて欲しかったんですよ。なんか武骨な格好してる時だからこそ、なんかアクセサリーは逆に華奢にすることでバランスを取ってあげるとか、そういうね、面白い使い方もできるので、個人的にもね、すごいつけたいと思うデザインですし、あとはね、シルバー素材のアクセサリーっていうのを、まあ、気になってるけどまだつけたことがないとか、まあ、そういう方はね、これぐらいのね、華奢なネックレスからの方がすごい始めやすいと思うので、このシルバーネックレスに関しては初心者の方にもすごいおすすめなアイテムになってるんじゃないかなと思うので、ぜひね、チェックしてもらいたいアイテムになっております。で、このシルバー925のアクセサリーに関してはちょっと裏話がありまして、シルバー925って結構ね、通販とかで見ると、いろんな通販サイトあるじゃないですか。そういうところでやたら安く売ってるところってあるんだけど、あれね、厳密に言うと物によってね、シルバー925じゃなかったりするんですよ。やっぱシルバーの素材って純粋に高いんですよ。なんであの値段出てるのっておかしいんだけど、結構ね、海外のローカルのシルバーとかそういうところで言うと、なんか純度が結構不安定だったりするので、調べてみると925の時もあれば、鑑定に出してみると925の純度までないやつというのが結構混じってたりするんですけど、なんか自分はそういう不安定な素材とか、なんか表記的にグレーなものっていうのは絶対使いたくないなと思ってたので、この純粋なね、シルバー925を自分は使ってるので、オープニングアクトで出してるシルバーネックレスに関しても、もう純正のね、シルバー925のアクセサリーの中では相当ね、コスパ高くリリースできてると思うので、よその方が安いじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけど、実はね、そういう裏話があるんですよね。で、今回ね、オープニングアクトから出すこちらのミクロシルバーチェーンのネックレスに関しては、今回お値段が税抜き8000でリリースさせていこうと思っております。でも、シルバーのネックレスの価格の違いって、純粋に素材を使ってる量なんですよね。やっぱ太ければ太いほどシルバーの量が増えるから値段高くなるし、やっぱ細ければ細いほどね、素材費っていうのは太いものと比べたら安くはなるので、まあ、うちが出せるシルバーチェーンのネックレスに関しては、今回出すこの8000のモデルが最安値のものになるんじゃないかなとは思いますね。なのでね、1本持ってるとすごい使いやすいアイテムにはなってるので、ぜひね、他の太さのチェーン持ってる方も結構ね、付け心地新鮮だと思うので、こちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではですね、先ほどのシルバーチェーンネックレスの兄弟アイテムになるんですけど、こちらのアイテムがですね、真鍮素材のミクロチェーンを使ったネックレスになります。チェーンの太さ的には、さっき紹介させてもらったシルバーのチェーンネックレスと全く同じ太さになってるんですけど、結構ゴールドのアクセサリーって結構人気でね、最近つけてる方も多いんですけど、ゴールドのアクセサリーって付け方間違えるとちょっとラグジュアリーになりすぎちゃうとか、ちょっとチャラく見えすぎちゃう時があるじゃないですか。結構自分自身はね、ゴールドカラーのネックレスとかブレスレットを結構持ってて、そういうの好きなんですけど、万人が使えるかって言ったらそうではないんだけど、結構ね、日頃シルバーカラーのアクセサリーは使うけど、ゴールドまだつけたことがないって方多いと思うので、もうこれぐらいのね、太さのものからチャレンジしてみるといいかなと思ったので、今回企画して作ってみました。まあ、なんでね、ゴールドのカラーでもこんだけ華奢なネックレスだったら、ちょっと嫌味なくつけることができるので、かつこんだけね、ちょっとしたカラーの違いだけど相手に与える印象って結構ね、大きく変わってくるので、いつもと違う印象でなんかアクセサリーつけたいとか、そういう方にね、すごいおすすめなアイテムなんじゃないかなと思います。で、こちらのチェーンネックレスに関してはシルバーと比べるとね、素材が安いので、今回こちらのチェーンネックレスのお値段が税抜きで4000円で販売させていただこうと思っております。なんでね、シルバー素材のものはもう持ってるよとか、あのカラーのものは持ってて別のバリエーション欲しいよって方に関しては、こちらね、ゴールドカラーのものもすごいおすすめなので、こちらチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それでは最後のアクセサリーの紹介なんですけれども、こちらがですね、ターコイズ素材を使ったネックレスとなっております。なんで一番最初に紹介したホワイトシェルネックレスの兄弟アイテムになるんですけど、こちらのターコイズに関してもホワイトシェルと同様、天然素材を使ったネックレスになってるんですよ。なんで使いやすさとか使い方的には最初に紹介したホワイトシェルの方が使いやすいんですけど、やっぱ夏に向けてはこういう色味のあるネックレスっていうのもやっぱ人気が高まってくる中で、やっぱ自分自身もターコイズのネックレス久しぶりにつけたいなと思ったんですよ。それこそ今はブラックのニットと合わせてるけど、なんか白 T とかと合わせてもすごい夏っぽいスタイリング仕上がるし、割とターコイズとかに関しては通年つけてる方もいらっしゃるぐらい結構定番の素材になってるので、改めてつけてみるとすごい可愛いんじゃないかなと思って今回企画してみました。なんかあんま他のブランドからも出てないから結構新鮮ですよね。実際に今つけながらお話させてもらってるんですけど、首元のなんかアクセが違うだけでなんか全然やっぱ印象変わるね。なんか改めて今自分が撮影してるやつを自分で見てるんですけど、まあ、全然印象変わるなと思って、いや、このターコイズいいなこちらのターコイズのネックレスに関してはお値段がですね、税抜き6900円で販売させていただこうと思っております。なんでホワ
ワイドシェルのネックレスと同じ値段ですね。はい、それではですね、オリジナルのアクセサリーのご紹介も以上となります。いや、ちょっとね、動画長くなっちゃったんじゃないかな。ちょっとね、気持ちがこもりすぎてしまって長くなって申し訳ございません。けど、そんぐらい、すごい、ね、気合が入ってるコレクションになりますし、本当にね、心がお勧めできるような、自信作になってるので、長々ね、お付き合いいただき嬉しく思っております。はい、それではですね、最後に、今回紹介させてもらった、このサマーニットアンサンブルと、あとワイドスラックスですね。あとさっき紹介させてもらったアクセサリー4型の販売日時についてのご紹介なんですけれども、販売開始がですね、今週日曜日ですね、4月25日の夜21時から販売開始させていただこうと思います。で、今回はですね、動画の中でも何度かお伝えしてるんですけれども、受注販売システムを採用しているので、この受注期間中にね、ご注文いただいた内容に関しては、すべてね、責任を持ってご用意させていただこうと思うので、受注期間中にね、ゆっくり考えていただいて、ご購入いただければと思います。で、この受注期間なんですけれども、4月25日から始めて、こちらの期間でご注文を受けたまろうと思うので、ぜひね、詳しくは概要欄と、各ね、商品ページに、受注期間と、あとお届けの目安ですね、そちらも記載しているので、そちらもね、合わせてチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではですね、ちょっと動画長くなってしまったんですけれども、ぜひね、すべて自信作になっているので、ご検討いただけたら嬉しいですし、アイテムについてのね、ご質問に関しては、この動画のコメント欄にいただければ、返信させてもらいますし、あとは自分のインスタグラムの方でも、販売開始前と受注期間中に関してはね、ご質問募集して、いろいろお答えしていこうと思うので、気になった点とかはね、どしどし聞いてもらえればと思うので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。